1999年8月11日の回帰日食で見られたコロナ。回帰日食中はコロナやプロミネンスを肉眼で見ることができる。コロナ、または太陽コロナは太陽の外装大気の最も外側にある100万ケルビンを超える気迫流すの層である。コロナはラテン語で缶を意味する言葉で古代ギリシア語で、 ガーランドやリースを意味するカッパローニューイーターに由来する。普段は高級や再層からの光が強いため見ることができないが、回帰日食の際には肉眼で見ることができる。コロナグラフという観測機器を使えば常時観測することができる。ただし、コロナは100万系以上の温度であるため、可視光より X 線での放射の方が強い。地球の大気が X 線を吸収してしまうため、コロナの観測には宇宙空間の方が適している。主な成分は水素原子が原子核と電子とに分解されたプラズマである。6000K 程度の高級から遠く離れたコロナが100万 K を超える温度まで加熱される気候には不明な点が残っており、コロナ加熱問題と呼ばれている。ニューヨークキンダーフックでの 1806年6月16日の日食のジョゼ・ワキン・デ・フェラーによるコロナのスケッチ1724年、フランス・イタリアの天文学者ジャコーモ・フィリッポ・マラルディは日食の間に見えるオーラは月ではなく太陽のものであることを認識した。1809年、スペインの天文学者、ホセ・ホアキン・デ・フェレールはコロナという言葉を生み出した。デ・フェレールはまたニューヨーク州。 キンダーフックでの1806年の日食の観測に基づいてコロナは月ではなく太陽の一部であると提唱した。イギリスの天文学者ノーマン・ロッキャーは地球上で初めて太陽の再送に含まれる未知の元素を発見した。フランスの天文学者ピエール・ジャンサンは黒天周期とともにコロナの大きさや形状が変化することを指摘した。 1930年、ベルナール・リオが、怪奇日食によらずコロナを見ることができる装置、コロナグラフを発明した。1952年には、アメリカの天文学者、ユージン・ニューマン・パーカーが、太陽表面全体に発生する無数の、小さな、ナノフレアによって、太陽コロナが加熱されているのではないかと提唱した。1869年の怪奇日食の観測以降、 コロナ中に気線スペクトルが次々と発見された。これらは未知の元素、コロニウムの存在を示唆するものと考えられたが、実際には高温によって、高回電離したイオンによるものであった。ドイツのグロトリアンの研究を引き継いだ、スウェーデンのベングト・エドレンにより、1942年に637.4ナノメートルの赤色の気線が、 鉄の球界電離のイオンから放射されたものであることが同定された。その他、530.3ナノメートルは FE14、338.8ナノメートルは FE12、Fe 789.2ナノメートルは FE12、Fe 1074.4ナノメートルと1079.8ナノメートルは FE12 と同定された。これ以降、 コロナ中に発見されていた気線が、ニッケル、カルシウム、アルゴンなどの公開電離したイオンからの放射であると同定されていった。メディアを再生するステレオ B の紫外線、イメージングカメラのキャリブレーション中にキャプチャされた月の太陽面通過可視光で見えるコロナからの光は、物理過程の違いによって、K コロナ、E コロナ、F コロナの3種類に対別される。太陽コロナは、 太陽表面の有効温度よりもはるかに高温である。高級の平均温度が約 5800K であるのに対し、コロナは100万から300万 K である。しかしながら、コロナの密度は高級の10から12倍程度と非常に希薄なため、可視光での高度は高級の約100万分の1しかない。コロナは比較的薄い細胞によって高級から切り離されている。 コロナがどのようにして加熱されるのかはまだ議論の余地があるが、太陽コロナ中の磁場によって起こる微小なフレアによって加熱されるとするナノフレア説とプラズマ中を磁力線に沿って電波するアルベーン波によって太陽表面のエネルギーが上空に伝えられているとする波動加熱説が有力視されている。太陽のコロナの外縁は開いた時速のために絶えず、 外へと運ばれ、太陽風を発生させている。作動時点によって、太陽磁場が巻き上げられ、ねじられる。イメージコロナは、太陽の表面に常に均等に分布しているわけでは、ない。静音な時期には、コロナは多かれ少なかれ赤道域にとどまり、コロナホールが極域を覆う。逆に、活動期には、コロナは、赤道域と極域に均等に分布しており、 太陽黒点のある領域では最も顕著である。太陽の活動周期は活動極小期から次の極小期までの約11年間である。太陽の時点は赤道域の時点が極域よりも早い作動時点をしていることにより太陽磁場が絶えず巻き上げられているため黒点の活動は磁場がよりねじられやすい活動極大期に最も顕著となる。 太陽黒点と関連しているのは、太陽内部から上昇する磁束のループである、コロナループである。磁束が高温の高級を押しのけ、高級の下部にある比較的温度の低いプラズマを露出させることにより、暗い太陽黒点が作り出される。1973年に宇宙ステーションスカイラブ、その後、陽光をはじめとする、 様々な宇宙機によって、スペクトルの X 線領域の高解像度撮影が行われて以来、コロナの構造が非常に多様で複雑なものであることが分かってきた。天文学者は、通常、以下のようにいくつかの領域に分類している。活動領域は、高級の時期の極性が反対の点を結ぶ、ループ構造、いわゆるコロナループの集合体である。活動領域は、 一般的に太陽の赤道に平行な二つの領域に分布している。電子温度は100万から500万系で、電子密度は109から1010 10個立方センチメートルである。活動領域は太陽表面の異なる高さで発生する磁場に直結したすべての現象に関係している。太陽黒点や白板は高級で、スピキュール、h ーフィラメント、プラージュは、 再層で、プロミネンスは、再層と繊維層で、太陽フレアやコロナ質量放出は、再層と、コロナで発生する。フレアが非常に激しい場合には、高級を上乱してモートン波を発生させることもある。一方で、静音なプロミネンスは、大きく冷たく密度の高い構造物で、太陽面上に暗くはやのような、Hα リボンとして観測される。 その温度はおよそ5000から8 0 0 0系であることから、通常は、再層の特徴として考えられている。トレースにより、波長171で撮影された、コロナループ反対の磁気曲線の領域とつながる、コロナアーチとコロナホールの単極磁場、コロナホールは、あまり、X 線を放出しないため、X 線領域で暗く見える領域のことである。コロナホールは、 磁場が単極で惑星間空間に向かって開いた磁力線構造をしており、極域とつながるコロナホールからは地球軌道付近で秒速 800km のスピードに達する高速太陽風が吹き出している。極域のコロナホールの紫外線画像の中には明るい羽毛状の構造が吹き出しているように見えるものがあり、極域プルームと呼ばれている。 これは太陽の高級から惑星間空間へと伸びていく磁場構造がコロナとして観測されたものである。コロナホールと異なり明るい構造として観測されるのは極域プル,ルームの密度が周囲のコロナホールよりも高いためである。コロナホールも含め活動領域以外の静かで磁場の弱い領域を静音領域と呼ぶ。赤道域は極域よりも 自転速度が速い。太陽の作動事件の結果、活動領域は常に赤道に平行な二つのバンドで発生し、活動極大期にはその延長が増加するが、最小期にはほとんど消滅する。従って、静音領域は常に赤道体と一致しており、極大期にはその表面はあまり活発ではない。極小期に近づくと、静音領域は、 太陽円盤全体を覆うまで広がる。コロナの主な構造の力学の解析によって多様性に富むコロナの病像は明確に示される。コロナの複雑な変動の研究は容易ではない。それは異なる構造の進化のタイムスケールが数秒から数ヶ月と大きく異なるためである。コロナ現象が起こる領域の典型的な大きさも次の表に示されるように 同様に異なる。2012年8月31日20時36分、太陽の外装大気のコロナ中を漂っていた、太陽物質の長大なフィラメントが噴出したフレアは、活動領域で発生し、コロナの小さな領域から放出される放射フラックスの急激な増加によって特徴づけられる。フレアは非常に複雑な現象で、 様々な波長で観測することができる。太陽大気のいくつかの層と多くの物理的影響、熱的、非熱的、そして時には物質の放出を伴う大きな磁気リコネクションが関係している。フレアは突発的な現象で平均的な持続時間は15分だが最もエネルギッシュなイベントでは数時間続くものもある。フレアは 密度と温度に強烈かつ急激な上昇をもたらす。白色光での増光は大規模なフレアでないと観測されていなかったが、宇宙機から可視光領域での観測が可能となると、中規模のフレアでも白色光の増光が見られるようになった。通常、フレアは主に極端紫外線と X 線で観測される、再送とコロナの発光現象である。コロナでのフレアの形態は、 紫外線、南 X 線、高 X 線、Hα 波長での観測によって描写され、非常に複雑である。しかしながら、基本的な構造は、以下の2種類に分類される。トレースによって、極端紫外線で撮影された、太陽フレア中に噴出したフィラメント時間的な、力学については、一般的に3つの異なるフェーズに分類されており、 その期間は比較できない。これらの期間の長さは観測に用いた波長の範囲に依存する。時にはフレアに先行するフェーズが観測されることもあり、通常プレフレアフェーズと呼ばれている。2007年1月12日に人工衛星日の出がコロナ放出の瞬間を撮影した画像。太陽フレアや巨大なプロミネンスに合わせて、 コロナ質量放出が発生することもある。コロナ物質の巨大なループは、太陽から時速100万 km 以上の速度で、外側に向かって移動し、それに伴う太陽フレアやプロミネンスの約10倍のエネルギーを含んでいる。中には、時速150万 km で何億トンもの物質を宇宙空間に放出するものもある。太陽大気の外部にある物質は、 非常に高い温度と非常に低い密度のプラズマ状態にある。プラズマの定義は集団的な振る舞いを示す純中性の粒子の集合体である。その素性は太陽内部に似て主に水素であるが高級に見られるものよりはるかに高く電離している。鉄のような重い金属は部分的にイオン化され外部電子のほとんどを失っている。 元素の四化状態は温度に厳密に依存しており、最下層大気では、左派方程式によって調整されているが、光学的に薄いコロナでは、衝突平行によって調整されている。歴史的には、鉄の公開電離状態から放出される、スペクトル線の存在により、コロナプラズマの高温が知られるようになり、コロナが、最層の内側の層よりも、 はるかに高温であることが明らかとなった。コロナは非常に高温で軽い気体のような振る舞いを見せる。コロナ内の圧力は活動領域では通常0.1から0.6パスカルと地球表面の約10ヘクトパスカルに比べて100万分の1の気圧しかない。しかしコロナは基本的に陽子と電子という家電粒子が異なる速度で運動しているため正しくは 機体ではないエネルギー等配分の法則に基づき、平均的に同じエネルギーを持っていると仮定すると、電子は、陽子の1800分の一の質量しか持っていないため、より多くの速度を得ることができる。金属イオンは常により遅い。この事実は、高級とは全く異なる放射過程や、熱伝導に関連した物理的な影響を与えている。さらに、電化の存在は、 電流と工事場の発生を誘導する。電磁流大波もまた、コロナ内で、どのように電動したり生成されたりするのか、まだ明らかにされていないが、このプラズマ内を電波することができる。コロナは、主に X 線で放射線を放出し、これは、地上では観測できず、宇宙からのみ観測できる。プラズマは、それ自身の放射と、 下からの放射に対して透明であるため、光学的に薄いと言われる。実際、ガスは非常に希薄で、光子の平均自由工程はコロナの各特徴の典型的なスケールをはるかに超えている。プラズマ粒子間の二体衝突により、様々な放射の過程があるが、下からの光子との相互作用は非常に稀である。放射は、 イオンと電子の衝突によるものであるため、時間単位の単位体積から放出されるエネルギーは、単位体積内の粒子数の事情に比例し、より正確には、電子密度と、陽子密度の積に比例する。2006年に、NASA の宇宙機ステレオで撮影された、極端紫外線画像のモザイク。これらの義色の画像は、異なる、温度範囲での太陽大気の様子を表している。 左上から時計回りに100万 K、150万 K、6万から8万 K、250万 K。ステレオ全画像のスローアニメーションコロナでは熱伝導が外部の高温大気から内部の冷却層に向かって起こる。この熱の拡散プロセスはイオンよりもはるかに軽く高速で運動する電子が主役となる。磁場がある場合、プラズマの熱伝導率は 磁力線に垂直な方向より平行な方向の方が高くなる。磁力線に垂直な方向へ運動する家電粒子には速度と磁力によって分割された平面に垂直なローレンツ力が作用する。この力は粒子の軌道を曲げる。一般に粒子は磁力線に沿った速度成分を持っているのでローレンツ力はサイクロトロン周波数で 磁力線を中心とする螺旋に沿って移動することを強いる。粒子間の衝突が非常に頻繁に起こる場合、粒子はあらゆる方向に散乱する。これはプラズマが磁場を持って運動している高級で起こる。一方、コロナでは電子の平均自由工程が数キロメートルかそれ以上であるため、衝突後に散乱される前に核電子は螺旋運動をすることができる。 そのため、熱伝導は、磁力線に沿って、強くなり、垂直方向には抑制される。コロナ振動学は、電磁流体波を用いて、太陽コロナのプラズマを研究するや新しい手法である。磁気流体力学は、電気的に伝導する流体の力学を研究する学問で、この場合の流体は、コロナプラズマが相当する。哲学的には、コロナ振動学は、 地球の地震学や太陽の飛震学、実験室のプラズマ装置の磁気流体力学分光学に似ている。これらのアプローチでは媒体を探査するのに様々な種類の波動が用いられる。コロナ磁場、密度スケールの高さ、微細構造、加熱の推定におけるコロナ振動学の可能性は様々な研究グループによって実証されている。メディアを再生する。 新たな可視化技術はコロナ加熱問題の手がかりを提供する。太陽物理学におけるコロナ加熱の問題は、なぜ太陽のコロナの温度が太陽表面の温度よりも数百万系も高いのかという問題である。この現象を説明するためいくつかの理論が提案されているが、これらの候補の中のいずれが正しいのかの結論を出すのはまだ困難である。この問題は、 ベングとエドレンとバルターグロトリアンが太陽のスペクトル中で FE9 と CA14 の線を同定した時に初めて浮上した。この同定により日食の際にコロナ中に見られる気線が未知の元素、コロニウムではなく高温下でのみ公開電離されるこれらの基地の元素によるものであると判明したが高級の6000系と比べてコロナの温度は圧倒的に高く この高温がどのように維持されているのかという新たな疑問を説明する理論が必要とされることとなった。この問題は主にコロナへエネルギーがどのような形で運ばれ、その後数対応半径の範囲内でどのように熱に変換されるかという点に集約される。高級とコロナの間にある温度が上昇する薄い領域を繊維層と呼ぶ。 この領域の厚さは数十キロメートルから数百キロメートルに過ぎない。太陽コロナを加熱するのに必要なエネルギーの量はコロナの放射損失と繊維層を通って再層に向かう熱伝導による加熱の差として容易に計算できる。これは太陽の再層の表面積1平方メートルあたり約1キロワット、つまり太陽から逃げる。 光エネルギーの4万分の1の量である。通常の熱伝導では、冷たい高級から熱いコロナにエネルギーを移動させることはできない。これは、熱力学の第二法則に反するからである。これは、電球が周囲の空気の温度を、電球のガラス目によりも高い温度まで上昇させることに例えられる。したがって、コロナの加熱には、 熱伝導以外の非熱的な過程でエネルギーを移動させる必要がある。これまで多くのコロナ加熱説が提唱されてきたが、いずれの理論も極端なコロナの温度を説明できていない。2020年現在最も有力な候補として残っているのは波動加熱説とナノフレア加熱説の二つである。2006年に日の出が打ち上げられる前は先行の宇宙機、 陽光などでフレア、マイクロフレアが観測されていたことからナノフレア説が有力視されていたが、日の出がコロナ内を伝播する波動を空間分解して捉えたことから一時期下火となっていた波動説が改めて見直されることとなった。2012年観測ロケットに搭載された高分解能コロナイメージャーによる難 X 線波長での高解像度撮影により、 コロナ内の強固に巻かれた磁場のブレードが発見された。このブレードの再結合と分離が活動領域のコロナを400万系まで加熱する主要な熱源として作用するのではないかと考えられている。静音コロナの主な熱源は電磁流大波に由来すると想定されている。波動説は波動が太陽内部から再倉やコロナエネルギーを運ぶとする説で、 1949年にエブリーシャツマンによって提唱された。太陽は通常のガスではなくプラズマでできているため空気中の音波に似たいくつかの種類の波を伝達する。中でも最も重要な波は磁気音波とアルベーン波である。磁気音波は磁場の存在によって変化した音波であり、アルベーン波はプラズマ中の物質との相互作用によって 変化した超低周波電波に似ている。どちらのタイプの波も、高級での粒上反対流や超流上反対流の乱れによって打ち上げられ、熱としてエネルギーを散逸させる、衝撃波へと変わる前に、太陽大気を通ってある程度の距離までエネルギーを運ぶことができる。波動説の問題点の一つは、適切な場所への熱の運搬である。磁気音波は、 細胞の圧力が低いこと、及び高級に反射して戻ってくる傾向があることから、十分なエネルギーを細胞を通ってコロナまで運ぶことができない。アルベーン波は十分なエネルギーを運搬することができるが、コロナに入ってからはそのエネルギーを急速に散逸させることができない。プラズマ中の波動は、解析的に理解し記述することが難しいことがよく知られている。 しかし、2003年にトーマス・ボーグドンらによって行われたコンピュータシミュレーションでは、アルベーン派がコロナの底部で他の波動に変化し、高級から再送・繊維領域を通って大量のエネルギーを運び、最終的にコロナに入って熱として散逸する経路を提供できることが示されているようである。波動説のもう一つの問題は、1990年代。 後半まで太陽コロナを伝播する波の直接的な証拠が全くなかったことである。太陽コロナに流れ込み伝播する波が直接観測されたのは1997年太陽を極端紫外線で長時間安定して速攻観測できる初の宇宙機である双方によるものであった。 これは周波数約1ヘルツの磁気音波でコロナの加熱に必要なエネルギーの10%程度しか運べないものだった。太陽フレアで放出されたアルベーン波のような局地的な波動現象は数多く観測されているが、これらは一過性のものでありコロナの一様な熱を説明できるものではない。コロナを加熱するためにどのくらいの波のエネルギーが利用できるのかは まだ正確には分かっていない。2004年に発表されたトレースのデータを用いた結果によると太陽大気には 100mHz という高い周波数の波があるようである。また、双方に搭載された U ブックス装置を用いて太陽風の中の様々なイオンの温度を測定した。 結果、人間の過帳域にある 200Hz という高い周波数の波があることを間接的に示す強い証拠が得られた。これらの波は通常の環境下では検出することが非常に困難だが、ウィリアムズ大学のチームによって日食の間に収集された証拠は1から 10Hz の範囲でそのような波が存在することを示唆している。2009年、 ソーラーダイナミクスオブザーバトリーに搭載されたアイアによる観測で太陽下部大気のほか静音領域やコロナホール活動領域でもアルベーン波による振動が発見された。これらの振動は非常に大きなパワーを持っており、以前に日の出で報告された最層でのアルベーン波と関連しているものと考えられている。2008年には NASA の宇宙機ウィンドによる 太陽風の観測から局所的なイオン加熱をもたらすアルベーンサイクロトロン三逸の理論を支持する証拠が示された。フレアのエネルギー規模に比べて6桁ほど小さい1026エルグ程度の爆発はマイクロフレア、さらに1023エルグ程度の爆発はナノフレアとそれぞれ呼ばれている。これらのフレアよりもエネルギー規模の小さい爆発が解放する。 エネルギーの重ね合わせで、コロナ加熱を説明しようとするのが、ナノフレア加熱という仮説である。ナノフレア加熱説の問題点は、陽光の 9X 線望遠鏡やトレース、双方のアイトなどの極端紫外線望遠鏡では、個々のマイクロフレアを小さな起点として観測できるが、コロナに放出されるエネルギーを説明するには、これらの微小イベントの数が少なすぎる。 陽光での観測から得られたフレアのエネルギー規模と発生頻度の傾向がナノフレアのエネルギー規模でも同様に続くようであればナノフレアはコロナ加熱の主要項とはなり得ないことが明らかとなっているそのためフレアやマイクロフレアの発生機構とは異なる物理的機構が必要となるナノフレアがコロナ加熱の要因となっているというアイデアは 1970年代に、友人ニューマンパーカーによって提唱されたが、現在でも論争の的となっている。パーカーは、太陽表面近くの大流によって高級からコロナへ、つながる、磁力線の足元がねじれたり曲げられたりした結果、コロナにおいて、磁力線が乱れて絡まった状態となり、その過程で磁場に蓄えられたエネルギーが、 磁気リコネクションによって熱エネルギーとして磁場から解放されてコロナが加熱されるとした。実際、太陽の表面には50から1 0 0 0トルの範囲に数百万個の正極と不極の磁場が英語でソルトペッパーフィールドと表現されるようにごま塩や塩コショウを振りまいたように分布している。これらの小さな磁極が 数分という短い時間の中で変化している様子が日の出などの連続観測から明らかとなっている。この磁場の変化によってコロナの仮想で小さな電流層が多数生まれ磁気リコネクションが頻繁に発生していると予想されている。再層上層のスピキュールはコロナ加熱の候補として考えられていたが1980年代の観測研究の結果 スピキュールによって運ばれる運動エネルギーの総和が、静音領域のコロナのエネルギー損失に比べて2桁も、小さいことがわかり、候補から外されていた。2010年に、コロラド州のアメリカ大気研究センターで実施された、ロッキード・マーチン太陽天体物理学研究所と、オスロ大学理論天体物理学研究所の共同研究では、2007年に発見された新しい、 クラスのスピキュールは移動速度が速く寿命が短いためこの問題を説明できる可能性があるとしている。この仮説を検証にはスタ搭載のアヤとヒノで搭載の太陽光学望遠鏡用焦点面パッケージが使用された。これらの観測により噴水上のジェットやスピキュールを形成した細層のプラズマがコロナの中へ上向きに加速されており プラズマの大部分は2万から10万系に、ごく一部は100万系以上まで加熱されていることが明らかにされた。また、数百万度まで加熱されたプラズマと、このプラズマをコロナに挿入するスピキュールとの間に1対1の関係があることが明らかになった。ありがとうございます。